いただきます。いただきます。はあ、疲れた。やっと座れるぜ。さっぱりさっぱり。ちょっとおしぼりでそんな顔拭くのやめてよ。ここ結構お高い店なんだから、それなりの振る舞いしてよね。へいへい、失礼しやした。でもよ、よく考えたら上品な振る舞いってどうすりゃいいんだ。別に普通にしてたらいいだろう。いや、その普通ってのが難しくねえか。人によって違うし、この言葉遣いも実はもっと丁寧にするべきかとか。難波君、それ考え続けていくと、あれ呼吸ってどうするんだっけって疑問を持ち始めるから気をつけなよ。おいおい、変なこと言うんじゃねえよ。ちょっと考えちゃったじゃねえか。でも確かに場所に合わせてある程度言葉遣いも気にした方がいいかもね。例えば？このフランスパンカリッと香ばしくて美味ですわとか。え、今のボケたの？ボケてないわ。急にパッと言葉が出てこなかったの。まあフランスパンはさておいて、言葉遣いや振る舞いも場所によっちゃ気をつけた方がいいんだろうな。あまり俺が言えた口じゃないか。じゃあそのスタート地点として、ここではお上品な会話をしようか。そうね、そうしましょう。だな、お上品に。喋れよ。ごちそうさま。ありがとうございました。